それではお待たせいたしました。動きますのでご注意ください。失礼します。アンテナトレデルタ着お願いいたします。本日、9時1分発、長門湯本温泉駅に、訪れをご利用いただき誠にありがとうございます。次は天神高速バスターミナルお客様ご利用ため停車いたします。ご足案内につきましてはしばらくお待ちください。はい、お待たせしました。動きますご注意ください。発車します。トイレ休憩を済ませたら、その先関門海峡中国道を経由いたしまして、メンターから、降りまして、途中渋滞などもなくスムーズに行きますと、長門湯本温泉12時6分、長門市役所12時17分、終点の千座キッチンは12時24分のご案内を予定しております。できる限りスムーズな運行には取り組みますが、途中道路の渋滞、高速道路の速度規制、また雨などの気象状況等により遅れが発生することもございますので、あらかじめご了承ください。お客様にご案内とお願い申し上げます。安全運行には十分に心がけておりますが、やむを得ず急停車をすることがありますので、お手回り金を足元など十分ご注意ください。また進行中に席を立たれますと限定ございますので、特にお手洗い、ご所の際、お手洗い、ご所の際は十分ご注意ください。走行中はアンテナ止めベルトの着をお願いいたします。座席は全席リクライニング式になっております。プレミアシートご利用のお客様は壁側にございます、シートボタンスイッチを押して、調節の方をお願いいたします。またビジネスシートをご利用のお客様は肘掛けのところに丸いボタンが2つございます。こちらの前のボタンを押しながら背もたれを押されますと後ろに倒れます。座席を倒す際は後ろのお客様にご配慮の上、お好みの角度に合わせてお座りください。また座席を倒されましたお客様はご面倒ですがおいでの際、座席ご元の位置に戻してください。車内はお手洗い含め全席禁煙となっております。おタバコしばらくの間ご辛抱願います。さらに携帯電話のご使用はマナーモードに設定の上、通話はご利用ください。ヘッドホンなどによる音漏れなど、他のお客様へのご配慮をお願いいたします。エアコンの方現在24度にて自動運転中、換気モードを使いながら動かしております。暑かったり寒かったりする場合は上位まで調整ください。可能な範囲での音調節をいたします。車内設備につきまして、お手洗いの方が進行方向右側、車両の中央部階段下にございます。お手洗いご使用の際は必ず鍵かけてご使用ください。内側にて鍵かけますと使用中のランプの方が点灯いたします。また便座のペーパーシートを置いておりますが、こちらの方お使いになりましたら通りの方には流さず、備え付けの靴箱の方に寄せてください。流してしまいますと紙質が固く通りの詰まり等の故障の原因となりますので、ご理解方お願いいたします。座席1箇所ずつにコンセントが1個ずつございます。コンセントにつきましては iPad もしくは携帯電話の充電にお使いください。それ以外のものには対応しておりますのでご了承の方お願いいたします。また座席ポケットに、車内履き用のスリッパ、そしてホッパイ
マスクが1セットずつ入っております。車内履きこちらの方スリッパに関しましては、車内履き専用となっております。スリッパを履いたままお外の方に出られませんようよろしくお願いいたします。また何かご不明な点やお気づきの点などありましたら上面の方までお知らせください。本日は西鉄の高速バスでご利用いただき誠にありがとうございます。次は、取り組みのため岸パーキングエリアに停車いたします。パーキングエリアに到着いたします。こちらにて取り組み受けため停車いたします。バスから出る際は貴重品は必ずお持ちになり車のライトには十分にご注意ください。また安全のためドアが開いてからお立ち願います。発車時間につきましては10時55分とさせていただきます。発車時間10時55分としておりますがお客様全員お遅れになりましたら発車をさせていただきます。ご案内いたします。また安全のためドアが開いてお立ち願います。